四川省はアバチベット族ちゃん族自治州、シゲル県で大規模な土砂崩れが発生した。当局の発表では13人が行方不明となった。同日、同水晶県の山で土砂崩れが発生。約25棟の民家が飲み込まれた。県政府は周辺住民の約1500人を避難させた。消防や救助隊が16人を救助した。 行方不明者の捜索が続けられているが、山深い土地での捜索は、困難を極める。中国メディアの中国新聞網によると、四川省路州市路県で5日午前4時33分、マグニチュード6の地震が発生し、生徒や内港、落山などの各地で揺れを感じた。災害救助隊が、現地に入り調査と救助作業を始めた。 同日午前5時現在、二人が死亡、三人が怪我した。香港メディアの東網によると、怪我人は約60人。路県では住宅22戸が倒壊、164戸が損壊、鉄道駅1カ所も崩れた。死亡した二人は、路県復讐鎮の住民で、一人は食事の支度中に揺れに遭い、慌てて屋外に出たところ、倒れてきた兵の下敷きになった。 露州市内では就寝中だった住民が街路に出て様子を見守った。学校に寄宿中の生徒は安全な場所に避難した。四川省政府の地震災害対策本部は地震の緊急態勢を指導して救助活動の手配や情報収集を始めた。新王は露州市路の玉泉街地区で重慶市中心部から124キロ。 中国南部で大雨が降り続き、洪水や土砂崩れなどの被害が相次いでいる。厚生省は被害が深刻な省だ。住宅街が茶色い水に覆われ、図書館の高速道路は完全に遮断され、多くの車両が損傷しました。多くの家が流され、人々は閉じ込められました。新たな豪雨が本土を襲った。潜水省の安号市は5日、大雨に見舞われました。 津坪県の災害状況は非常に深刻です。地区は洪水調節のための緊急の最初の対応を出しました。これまでに市内の3万8000人が被災し、2万9000人が緊急避難し、一部の道路交通が遮断され、電気と水道が遮断されています。公式報告によると、継続的な大雨により、人平ら県で50以上の地滑りが発生し、 約36の路盤が損傷し、5つの町で交通が途絶え、3つの町で停電と断水が発生した。南への洪水と鉄砲水の上昇の影響を受けて、静石町の昇進通り全体が約1メートルの深さで浸水し、人々の財産に甚大な被害をもたらしました。三峡ダムは長江上流に位置し、巨大な貯水池に雨水をため、 水門でその水の放出を制御することにより、下流の洪水を防ぐ。両本川上流の主流、額安価の登山観測所の水位は39.25メートルで、警戒水位を101センチ超えた。三峡ダムの放流量は、毎秒58,800立方メートル。三峡ダムの水位はすでに175.6メートルに達し、中南部湖南省では、 東昇最大の河川である昇港が警戒水位となったのをはじめ、国土の東部でも4つの主要な河川で氾濫の恐れがある。連日の雨の影響により、溶湖の基準となる水門ステーションの星子観測所の水位は27.6メートルに達し、警戒水位まであと73センチとなっている。沼川の永州観測所の水位は30.16メートルで、 警戒水位を62センチ超えた。三峡ダムの下流で被害が多発していることから、決壊を防ぐための汚染が犠牲になっているなどと治水能力を疑問視する声も上がっている。水位が史上最高値に上昇し、一部の堤防が決壊した。記録的な豪雨による水害が広がる中国の超高流域で、支流河川が土砂崩れでせき止められて、 周辺地域に氾濫する恐れが強まったことから、当局は住民数千人を避難させた。洪水を防ぐためのダムは、今や洪水の元凶となりつつあるのは皮肉ですが、各地で水害防止、災害救助の取り組みが秩序よく進められている。各地では国民の生命、安全の確保が一番に置かれ、隠れたリスクの炙り出し、救援活動、 人々の避難など様々な取り組みが着実に行われている。